はい、ってことで Google マップ実況です。今回はね、札幌からロンドンはほぼ鉄道でつながってるっていう話です。まあ、ほぼなのでね、皆さんもご存知の通り、札幌からロンドンは鉄道でつながってないんですけど、あともうちょっと伸ばせばつながるよっていう、そんな話です。でね、まあ、この日本とかこの東アジアからヨーロッパまで鉄道っていうとね、このウラジオストクから発車しているシベリア鉄道が思い浮かぶと思うんですけど、すでにもうこの日本のね、結構近くにあるこのウラジオストクからロシアの首都のモスクワ、このモスクワまでね、もう鉄道はすでにつながってるんですよ。でモスクワからも、ロンドンまで鉄道はつながってるんですよね。だからもうすでにウラジオストクまではねつながってるんですけども、このウラジオストクからこの海を越えてね、日本の例えば新潟とか富山とかそっちの方まで海底トンネルとか 橋でねつなげるって、まあ無理なわけですよ。だいぶ距離があるじゃないですか、ね、だからこれではないんですよ今日言いたいのはね。であともう一つ、日本からヨーロッパまで鉄道でつなげるって話になると出てくるのがこの日韓トンネルですよね。この福岡の近くのこの唐津、佐賀県の唐津からこう海底トンネルか、もしくは橋、まあ、多分海底トンネルだと思うんですけど、域を通過してこの対馬をできるだけこう地上を走って、でその先のプサンまでまた海底トンネルでつなぐっていうね、まあ、構想というか、まあ、妄想かもしれないですけど、一応ねそういう話は一応あるんですよ。で一応かなり難しいらしいんですけど、実現は可能だそうです。まあ、ただ国防上のね、まあ、危険とかいろいろありますからね、まあ、なかなか多分実現はねしないと思うんですけど、あとこのルートはね、この韓国の先に北朝鮮があるのでね、まあ、この北朝鮮が普通に外国人が行ける国にならない限りはいけないので、まあいつになるか、まあなかなかね現実的ではないですよね。でね、今回はこの今紹介した2つではなくてね、こっち、この札幌からこの旭川を経由してね、その先稚内まで、北の方までずっと伸びている宗谷本線っていう JR があるわけですけどね、この先のここにね、宗谷海峡っていう海峡があるんですけどね、この先のサハリン、このサハリンって鉄道が結構発達してるの知ってました？このチャンネルの初期の方で実際乗りに行って動画も出してるんですけど、まあ、それもしよかったら見てほしいんですけどね、このコルサコフとか、このコルサコフって町があるでしょ、とかこのサハリンで一番大きな町ユジノサハリンスクあたりからずっと北にね鉄道が伸びてるんですよ。ずっとめちゃくちゃ北にあるノグリキ、どこだ、このノグリキっていう町まで鉄道が伸びてるんですよ。であとサハリン鉄道はこの1本だけではなくて、今のはこの東海岸沿いをずっと北に伸びてるんですけど、この西側、このトマリっていう町があるでしょ、トマリとか、あとこのホルムスクですよね、日本名でマオカっていうんですけど、そっちの方にも鉄道がすでにあるんですよね。でさらにこのサハリンからこの海、これ間宮海峡って言うんですけど、この海を越えたこっち側、こっちもロシアなんですけど、ここにねワニノっていう町があるんですけど、ここにももうすでに鉄道があるんですよ。でここからずっと西の方に鉄道が伸びててね、途中でシベリア鉄道と連絡してそこからモスクワまですでに鉄道があるんですよ。だからこのワニノまで鉄道をどうにかしてつなげることができれば、もうモスクワまで鉄道あるんですよね。でその先ロンドンももちろんあるしね。そうだからこのワニノからこのサハリンの一番ワニノに近い、まあ、この辺りのどこかですよねまで、まあ、橋もしくは海底トンネルを作って、でさらにこのまあ、ユジノサハリンスクあたりから鉄道をこう分岐して、このここですよね。ここずーっと鉄道を作って、で、この海峡ですよね。ここに橋もしくは海底トンネルを作って、で、この稚内まで鉄道をつなげれば、もうそれだけでもヨーロッパまで鉄道つながるんですよね。これ知ってました？これすごいでしょ。ね。で、なんかもっと細かい話をすると、この北海道側は、この抜海駅って駅があるんですけどね。あ、どこだ？抜海駅。これね、抜海駅、ここ僕去年の秋に行って動画も出してるんですけど、もしよかったら見てほしいんですけど、この辺りから分岐してこの辺りもうここでもう海底トンネルに入ってずっとなんか北に行くのがなんか現実的だそうです。でね、今言った話なんですけどね、ロシアのプーチン大統領が実際に日本政府に
言ってきたことがあるんですよ。今言った計画ね、この宗谷海峡とこの横の間宮海峡、ここに 橋もしくは海底トンネルを作って直通運転しませんかって実際に言ってきたことがあるんですよ。すごくないですか。2016年なんですけどね、その時鉄道好きは結構テンション上がって、東京発ロンドン行きの特急が運行されるかもみたいな、ちょっと盛り上がったんですよね。まあ実際はそんなの無理なんですけど、でロシアもただ言ってみただけだと思うんですけどね、ちょっと景気のいい話を言いたかっただけだと思うんですけど、でプーチン大統領が言ってきたのは、ここではなくて、ここに橋を架けるんではなくて、ちょっと遠回りしてこの北の方、ここにね、もっとこの海峡が狭まってるところがあるんですよ。この辺りに橋を架けて、橋か海底トンネルかやって、でつなげましょうかみたいな話で、しかも旅客列車ではなくて貨物列車を走らせたらどうですかみたいな話を言ってきたことがあるんですよね。まあでももちろんそれ2016年で、今2020年でね、もう全くそれは実現してないので、ま、やっぱりただ言ってきただけだと思うんですけど、まあでも夢がありますよね。でもし東京からロンドンまで電車を走らせた場合なんですけど、最低でも10日かかるそうですしかも間にね大きな町が全然ないんですよ。このユジノサハリンスクは、まあ、唯一大きめの町なんですけど、これも30万人ぐらいだったかな、人口すそんな大きな町ではないし、この先ももう全然町が大きな町ってないんですよね。このコムソモリスクナムーレっていう町もやや大きな町なんですけど、ここもねあのストリートビューが対応してるんですけど、結構ね味わい深いですよ。ほらうわー、これほらすごいなんだ、ヨーロッパしてますよね。しかもなんか路面電車があるのかなこれね。ほら思いのほかヨーロッパしてるでしょ。ここ日本から結構近いんですよ。あらーね、まあなんですけどね、まあ大きな間違いないので、このサハリンルートっていうのはまあ全く現実的ではないです。で、あと線路の幅が全然違うとか、あと他にもいっぱいね乗り越えないといけない問題があるそうなんですよね。まあだから日本からヨーロッパに向かう鉄道でやっぱり現実的なのはこの日韓トンネルですよね。こっちからつなげれば、まあプサンがまず大きな町ですし、でその後ソウルもあるし、まあピョンヤンも大きな町ですよね。その先にシェンヤンで北京もあるし、もう山ほど大きな町がありますよね。そのヨーロッパまで行く需要はなくても、普通に日本から北京まで電車で行く需要とか、まあそれでも遠いと思うんですけどね。まあソウルだったら全然電車で行けそうな距離ですよね。で全然利用者も多分いると思うし、こっちの方が実現してほしいところです。だからこの北朝鮮だけね、もうちょっとまともな普通に外国人が行ける国になればね、この日韓トンネルの話をもっと盛り上がってヨーロッパまで鉄道をつなげようって話になると思うんですけどね。まあ、たださっきも言ったように、その国防上の話、国防上の問題ですよね。この稚内とサハリンのここもそうなんですけど、特に橋なんかかけちゃったら陸続きに一応なっちゃうわけですよね。橋を陸だとしたらね。ただ個人的には鉄道は無理だとしても、車が通る橋をこの稚内とサハリンの間にかけてもらってね、で札幌発ユジノサハリンスク行きの高速バスとか夜行バスとか走らせてくれたら面白いのになって妄想として思います。でさっきから話に出てきてるサハリン鉄道なんですけどね、僕コロナ前の2019年に実際に乗りに行ってるんですよ。だからちょっと紹介します。でこれ1日の電車が全部ここに書いてあるんですけどね、本数めっちゃ少ないです。今から僕は乗るコルサコフ、ユジノサハリンスクから南に下ったところにあるコルサコフってところに行く電車に乗るんですけどね、それも本数めっちゃ少ないです。1日2本です。はい、ってことでホームに向かいます。この地下道の感じがね、もう完全にアジアじゃないですよね。完全にヨーロッパじゃないですか。はい、でこれ電車なんですけど、サハリンの電車なんですけどね、もうこれも完全にヨーロッパですよね全くアジアじゃないわ。はい、で電車の中はこんな感じ。まあ特急みたいな感じですよね。通勤用の車両はないみたいでした。まあ本数が少ないですからね、1日2本ですよ。でこのスピードなんですけどね、めっちゃ遅いです踏切がないんですよね。だから道と交わるたんびに減速して、まあ、これぐらいのスピードでずーっと走っていきます。ただ街を抜けるとちょっとスピードが出てきたりとかはするんですけどね。で乗客は僕とあと数人ぐらいしかいなかったです。でほらこんな感じでね、街を抜けるとちょっとスピードが出てきます。で夕日がね綺麗でしたよ。で、港町コルサコフに、はい、到着です。これがねコルサコフの駅舎なんですけどね、なんかロシアしてますよね。まあ中には入れなかったんですけどね、なぜか。まあ1日2本ですからね、まあ何回も言いますけど。でこれが車両です。
いやでこのね線路がねちょっと伸ばすだけで稚内までつながるんですよ。すごくないですか。まあ線路の幅は違うんですけどね。んであとコルサコフの町ですよね。んこれは日本から一番近いロシアのまあ比較的大きな町になるんですけど、まあ全くそんな感じ しないですよね。はい、で海の向こうは北海道です。はい、まあ今回はそんな話でした。このチャンネルでは日本から近いのにあんまりみんなが知らないところをこの Google マップを使って紹介したりとか、あとコロナ前は実際にその場所に行ったりとかしてます。このサハリンにも行ってるし、あと北朝鮮と中国の国境のところにもね行ったりとかしてますので、もしよかったらチャンネル登録してみてください。はい、ってことでさようなら。